岸田総理暗殺未遂事件と安倍総理暗殺事件には共通点がある。パイプ爆弾の転がった方向と右側の白い円台の場所は離れていて違いますよね。この後、 なんと爆弾は右側の円台の後ろで爆発しているのです。共同通信社の報道映像です。見てみましょう。 どうでしたか明らかに爆弾は演台の後ろで爆発していますよね。とはいえ、あの後、誰かが爆弾をさらに蹴り飛ばしたとすれば、そうなんでしょう。ただし、問題はまだあります。次の報道を視聴ください。はい、さらに、この二つ目の爆弾です。 パイプの周りにビスが5から6個縛り付けられています破壊力、殺傷力の増大目的風ですが、爆弾ならパイプの中に入れた方が効果的です。なぜ外に縛る付けているのかどうにもかんにも、イメージ的なアピール程度の効力しか望めない仕掛けですよね。 はい、10秒くらいありましたよね、うん、そこを考えても、はい、そうですねこれ手製なのでかなりタイムラグもあると思いますし、えー、うまく爆発しなかったという可能性もありますがうん、うん、これに関しては爆発物をもう綿密に検査をするということは必要だと思います、はい、そして藤川さんのこの報道で分かるのは爆弾の位置ですそして爆弾の周りには誰も退避していて無人状態なのですこの位置を 記憶しておきましょうそして先の報道映像です誰が先の報道の爆弾の位置から円台後ろの爆発位置まで爆弾を移動させたのでしょうかそして次の ANN の報道映像です円台周りの爆弾の爆発による煙の状態です煙は円台の後ろで発生していて 縁台の前に、煙はありません。つまり、縁台の後ろで爆発しているように見えます。そして、この黒い物体です。とてもライターには見えません。おそらく、遠隔式の爆破コントローラーですよね。ライターにしては巨大です。そして、この縁台のモザイクです。 爆炎が炎台の前にあるように見えますが、両端には爆炎はありません。爆炎は炎台の後ろで発生していますよね。さらに、この報道映像でも、爆炎は炎台の両端には見えません。 つまり、一つの報道だけでは真実は見えないのです。真実は、最初の共同通信の報道映像ですよね。爆弾は演台の後ろで爆発していたのです。一方、こちらの報道映像では、爆炎は演台の前まで達しています。これも真実でしょう。ただし、 あくまでも爆炎であり、爆発位置を特定する映像ではありません。煙は前にも吹き出るが、浜風により後方に動いたことがわかります。真実は、報道通信の映像です。赤い火が見えるのは、この映像だけです。そして、次の報道です。 最初の共同通信の報道映像から爆弾の爆発位置は特定したが、このコンテナの傷は理解不能です。これが事実なら、縁台を通過して爆弾の蓋が飛んだことになります。縁台は無傷でしたよね。昨年7月の安倍総理暗殺事件の銃弾痕の回を思い出します。 前もって計画的につけられた傷のように思えます。しとみられる筒の蓋の部分がめり込んでいたということなんです。コンテナを直撃したのでしょうか。深さ5センチほどの穴が開いています。これまでの現場検証で爆発した筒の本体部分は200人の聴衆の上を通過し。 およそ40メートル飛んでいたことが分かっています。そして、爆発した筒の蓋の部分は、さらに遠くの60メートル余り離れたコンテナから見つかりました。高さ2メートルほどの部分にめり込んでいたということです。どうでしたかこの事件には、大きな裏が見え隠れしていることが分かります。 今回も組織的な計画性が伺われるのです。この事件で得するのは、得したのはどこなのか我々一般国民はこの真実を見極めねばなりません。和歌山県警が隣の奈良県警のように捜査を計画的に収めてしまうことは、許してはならない。そう思います。